中世における豚の屠殺豚の屠殺は、養豚場や農場で飼育された豚に屠殺を含めた一連の食肉処理を行い、主に人間の食料となる豚肉や豚骨などを得るための作業を指す。豚の血を流す豚肉食が盛んな地域では、大胸むの牡蠣の方法が伝統的に取られている。欧州では、どんぐりなどの生育する森で豚を飼育し、 初冬頃から豚を順次潰して豚肉とすることで農作物の生育に適さず食料事情の厳しい冬場を乗り切る生活スタイルが古くから定着してきた。例えばハンガリーでは伝統的にクリスマスの前に行われ潰して得た豚肉の料理を作って人々に振る舞うなど農民たちの一番大きな行事の一つであった。スペインやポルトガルではマタンサと呼ばれ、 やはり冬の風物詩となっている。土殺の方法は二つの部分に分けられる。まずは、豚の洗浄と解体、次に食料を作って保存することである。中世における豚を殺す人解体豚は、生後半年余りで重量が 100kg 以上に達することもあり、豚を潰す作業は10人以上で行うこともある。重労働である。まず豚を屠殺する場所まで移動させる必要が生じるが、 豚はその修正上、意に反して動くことをカくなに拒むことがあり、作業をする人が数人がかりで強制的に引っ張る形となることも少なくない。それから、主に台上に豚を固定して人力で押さえつけるか、紐などで拘束した後に、鋭利な刃物で急所をついて、失血死させる方法が世界で広く見られる伝統的な潰し方である。多くの地域では、豚の血も、 ソーセージなどの食材として利用するため、それをボール状のもので受ける役も存在することが多い。中には、絵のように刃物で急所をつく前に、銃で撃つか、鈍器で頭部を強打して、脳死状態にしてから血抜きを行う地域も存在する。刃物で急所をついてから、おおむね数分で、豚は失血死する。豚は全身を硬いで覆われているので、これを取り除くのと、 消毒の意味合いもあって干し草などで覆って、焚き火の容量で短時間化をかける。現在では、焚き火の代わりにプロパンガスとバーナーを使って、より短時間で行うことが多い。また、直接火を当てずに、湯の中に入れて毛を取りやすくする地域も存在する。第3段階では、豚の外側の部分をきれいにする。お湯を使えば、二つの手順が一つで済むので、 後からきれいにする必要はない。熱いお湯を溜めたおけで、豚の皮をする地方もあるが、現在は流水ですすだらけになったところだけをすることが多い。重要な補助用具はその上で、豚の体を転がすことができる板である。豚を洗うことと火で炙ることは、時代とともに変化した。現在では、豚をたらいのお湯で温めて、毛の大部分を火で炙る前に吸って落とす方法が、 用いられている。それから豚をテーブルのようなもの状に置いてから炙る。炙ってから豚を洗って解体人がそれを解体する。第4段階は切断、または解体である。頭の部分を下にして逆さつりにして行うことが一般的であり、主に大きな包丁で骨の部分は斧で切断して豚肉などを得ることになる。暴らすサラミを作る肝臓や心臓。 脾臓などの内臓は、お湯で茹でる。それはハンガリー語でアバラスと呼ばれ、よく蝶詰めにされる。蝶は、きれいにしてからサラミなどソーセージのために準備される。なお全質の血は、ソーセージの材料にされることが多い。集約的な養豚が普及した現代では、重労働を要する、伝統的な屠殺方法が取られることは少なくなり、食肉センターにおいて大量かつ効率的に処理される。 ことが一般的であるここでは豚を強力な電流で脳死状態にするか、あるいは二酸化炭素ガスで貸死状態にしてから、鋭利な刃物で頸部を刺して血抜きを行うことが普及している。毛を取り除いて肉を取る作業も機械化され効率的に行われている。ありがとうございます。